これはマイクラのモブの仕様を知っていればすぐにわかることですが、残念ながらちゃんと説明されているのを見たことがありません。現在ネット上で見かける情報はほぼ今のバージョンには当てはまらないと思ってよいでしょう。こんにちは、 NJF です。木をてらわないマインクラフト実況をやっていきます。今回は拠点にウサギを連れ帰りたいので、まずネザーに道を作ります。ウサギを運ぶだけなら簡単な道でも良いのですが、普段の移動でも使いたいのでちゃんとした道を作る予定です。まずはホグリーンよけの歪んだキノコを植えておきましょう。道の目的地は前回ネザーゲートを開いた雪山です。そこに白いウサギと灰色っぽいウサギがいたので、それを連れて帰ります。ウサギはいろいろなバイオームにいて、捕まえやすいのは砂漠だと思います。砂漠のウサギは色が薄い黄色です。個人的にウサギのイメージは白や灰色なので、今回は砂漠で捕まえるのは見送りました。ウサギは林の中にもいるのですが、時間が経つといなくなる気がします。おそらく狼やキツネに襲われるためでしょう。ジャバ版マインクラフトでは有効的モブは新たに湧きにくいので、一度いなくなるともう見つかりません。そうならないように今回は手早く見つけて確保しようと思います。砂漠には襲うモブがいないので、ウサギは時間が経っても見かけると思います。その上見晴らしが良いので捕まえるのが楽なわけです。とはいえウサギは高いところから落ちるなどして死ぬことも多いので、生成されてすぐの場所の方が捕まえやすいでしょう。今回も道にソウルソイルを敷いてソウルスピードのブーツを使い高速化する予定です。俊敏のポーションと併用すると走る速さが2倍近くになるので、こういった中距離程度のネザー移動では手軽で便利な方法です。ソウルスピードは耐久を消費しますが、通常はそれが気になることはないです。ソウルスピードで耐久が減る確率は1ブロックごとに 4%、 耐久3をつけると 30% 減少して 2.8%。 ネザライトのブーツの耐久値は481なので、壊れるまでに1万7000ブロックぐらい走れます。一番大きな領域の入る地図8枚分ぐらいですね。ネザー移動で使った場合、オーバーワールドの地図64枚分にもなるわけですから、こういった道でソウルスピードを使って耐久が問題になるとはちょっと考えられないです。ただし距離は長くても時間的には30分ぐらいでブーツが壊れるので、オーバーワールドの拠点での移動を全てソウルスピードにするようなことはおすすめしません。もちろんそんな面倒なことは普通しないと思います。オーバーワールドでの移動ならエンダーパールやエリトラの方が早いですからね。ネザーは地形が複雑で、そういったものが使いにくく、それでも距離が8分の1になるメリットがあるから、手間をかけても道を作るわけです。それに比べるとメリットの少ないオーバーワールドの高速化は通常はあまり手間をかけないと思います。ちなみにネザーではただ走るだけでもオーバーワールドでエリトラを使うのと同等のスピードになります。ソウルソイルの道の注意点として、このようにガストによく壊されるというのがあります。この対応方法は道をしっかり囲むか、逆に使い捨てと割り切って簡単なものにするというのが考えられます。今回はウサギを運ぶのでちゃんとしたものを作りましょう。また壊されて溶岩湖に落ちると面倒なので、ソウルソイルの道はなるべく地面の上に作ると楽です。そういう意味では壁に穴を掘れば良いのですが、景色が楽しめないのでそれはやらないことにしています。フェンスの高さは眺望を優先して1段にしていたのですが、思ったよりもガストに壊されるので2段にしています。このネザーレンガのフェンスは古代の残骸の TNT 採掘で出たネザーラックを焼いたものです。特にネザーの建築ではおすすめの素材です。さて玄武岩デルタに入りました。このバイオームはガストとマグマキューブが湧きます。また
天井が高い場所が多いので、道はしっかりと囲った方が良いでしょう。天井が高いと、上からガストに攻撃されるからです。そのため、道には屋根をつけておきます。屋根はネザーレンガです。燃えず、ガストの攻撃で壊れず、派生ブロックも多い優秀な建材です。玄武岩デルタは玄武岩の採掘に時間がかかり、マグマも多い厄介なバイオームですが、景色は良いですね。正面一番奥、消し忘れたマウスカーソルあたりに、このワールドで最初に攻略した砦の遺跡があります。その向こうには、古代の残骸の TNT 採掘場があるので、今後はそこに行くのも楽になるでしょう。さて、そろそろ開通です。では、実際に走ってみましょう。そういえば、この辺りは歪んだキノコを植え忘れていました。後で植えておきましょう。この少し操作を要求されるところが、ソウルスピードを使っていて楽しいところですね。とはいえ、これ以上遠くなると面倒になってくるので、そろそろ他の移動方法も使う予定です。走った時に面白いように、段差はわざと残しています。曲がり角を作ったのも、もちろんわざとです。時間がかかりましたが、なかなかいい通路ができたんじゃないでしょうか。では、ウサギを探しに行きましょう。今更ですが、今回ウサギを飼うことにした理由をご説明しましょう。まず、ウサギは家畜としてそこそこ優れているからです。手に入れやすい人参とタンポポで繁殖でき、処分すると皮、肉、足をドロップします。これらはすべて村人に売れ、交換比率はまずまず良い方です。またウサギの皮は4枚で普通の皮にでき、足はポーションの材料にもなります。絶対に必要というほどではありませんが、飼っておいて損はない家畜です。そのため私はアイテムが売れるようになったバージョン 1.14 からずっとウサギを飼っています。スズランは自動で栽培が難しいので採取しておきます。ウサギを飼う次の理由は、将来的にバンドルというアイテムが追加される予定があり、そのクラフトの材料としてウサギの皮が必要だからです。ただしバンドルがいつ追加されるかわからないので、すぐには役に立たないかもしれません。最後の理由は、ネット上のウサギについての情報があまり充実していないからです。検索すると攻略ウィキを斜め読みした方がマシというような、 SEO 対策の慣れの果てみたいなページばかりがヒットします。動画もそういったページを参考にしたのか似たようなものばかりです。そこでもう少しちゃんとした情報をご提供したいと思ったからです。ただし攻略ウィキに書いてあるようなことはあまり詳しくは説明しません。代わりに実際にウサギを飼うときに必要な情報をご紹介しましょう。ウサギはプレイヤーから逃げるのですが、手に餌を持っていれば逆に近づいてきます。そのため捕まえるのはとても簡単です。餌がないと少し面倒なことになるので必ず持っていきましょう。また白いウサギを捕まえるために雪山に行くなら、革のブーツも装備しておきましょう。ウサギは粉雪の上を歩けますが、プレイヤーは沈みます。そうなると余計なトラブルが起こりかねません。実は今歩いているこの辺りは全て粉雪です。革のブーツを履いているので普通に行動できていますが、外せば沈むのでウサギどころではなくなってしまいます。雪山で作業するなら革のブーツはなるべく用意しておきましょう。またウサギは非常に死にやすいモブです。特に段差から落ちて死ぬので、坂道などは慎重に進まなければなりません。しかしどれだけ気をつけていても大抵何匹かは死ぬので、少し多めに捕まえた方が良いでしょう。早速ダメージを負ったようですが、まだ大丈夫ですね。
何か鈍い音がしました。一匹減っていますね。何が起こったかリプレイで見てみましょう。予想通りすぎて見るまでもなかったかもしれません。このようにウサギは死にやすいので要注意です。なるべく多めに捕まえるようにしましょう。いつの間にか灰色のウサギが近寄っていたので、これも捕まえておきます。今回はこの2色のウサギが欲しかったので、目的は達成しましたね。このまま拠点へ連れ帰っても良いのですが、途中で死ぬ可能性も考えて、念のためここで少し繁殖させておきます。その前に荷物を置く場所が欲しかったので、小さな小屋を建てておきました。いかにもマイクラらしい小屋になりましたね。次にウサギ小屋を作ります。デザインを気にせず実用本位で作るなら、このようなタイプのウサギ小屋がおすすめです。というのもウサギはフェンスを飛び越えられるからです。これについて別のテスト用のワールドで少し詳しくご説明しましょう。ウサギのジャンプ力は2ブロック近くあり、フェンスはモブに対して高さ 1.5 ブロックの当たり判定を持ちます。するとウサギはフェンスを越えられるはずですが、実際にはこのように出ていきません。 AI の行動パターンとしてフェンスを越えないようになっているようです。ここまで言えばマイクラに詳しい人ならウサギがフェンスを越えることがあるのに気づくと思います。それはウサギの数が増えた時です。例えば村人は自分でレールに乗りませんし、深い穴にも落ちません。しかしプレイヤーが押せば無理やり乗せたり落としたりできます。それと同じようにウサギがジャンプした時、他のウサギが後ろから押せばフェンスを越えるのです。これはマイクラのモブの仕様を知っていればすぐにわかることですが、残念ながらちゃんと説明されているのを見たことがありません。というわけで実用性重視ならフェンスを2段以上にするのがおすすめです。しかし数が多ければ逃げたからといって実害はあまりありません。見栄え重視ならフェンスを1段にするのも良いでしょう。ウサギは確保できましたが、実は他にここでやっておきたいことがあります。それはスノーゴーレムを使った雪の生産です。スノーゴーレムを使えば雪が簡単に生産できることはよく知られています。この時スノーゴーレムが移動しないようにするため、何かで囲っておくのが一般的です。スノーゴーレムは雪ブロック2つの上にくり抜いたかぼちゃを置くと召喚できます。さらにハサミを入れると見た目が可愛くなります。またスノーゴーレムは雨でダメージを受けるため屋根をつけておきましょう。これであとは足元の雪をシャベルで採掘するだけなのですが、フェンスだと雪が挟まって取りにくいのでブロックに変えておきました。これで雪の量産ができるようになりましたね。雪ブロックは簡単に量産でき、色が使いやすい白なので建築で便利なブロックです。ただしスノーゴーレムはバイオームによっては召喚してもすぐ死ぬことがあります。例えば今の拠点でスノーゴーレムを召喚してみると、このようにダメージを受けてすぐに死にます。サバンナや砂漠は暑すぎるようです。そのため今回わざわざ遠く離れた場所で雪を生産しているわけです。また雪を生産するときはネット上の古い情報には注意してください。ここはテスト用のワールドの草原です。実は以前のバージョンだと雪は高度が低い地下などでは生成されませんでした。今はどうか実際にやってみましょう。深層岩のある Y がマイナスになるような領域に向かいます。以前なら確実に雪は生成されない高さです。それ以前に存在しなかった高さですね。雪が生成されましたね。このように仕様が変わっていますから注意してください。現在ネット上で見かける情報は
ほぼ今のバージョンには当てはまらないと思ってよいでしょう。スポーンエッグではなく、召喚しても同じですね。どのバイオームで、どの高さなら雪が生成されるか、はっきりとした情報は見つけられなかったので、今のところ、実際にやってみるのが早いかもしれません。深い場所で雪が生成されるなら、スポナー式トラップの待ち時間などで、雪を生産できるため便利ですね。少し中途半端ですが、思ったよりも動画が長くなってしまったので、今回はここまでにしようと思います。次回は、ウサギを拠点に連れて帰って、飼う予定です。では、ご視聴ありがとうございました。